ベルトに付けられるよう成形した鉛合金製の固形バラストと鉛の三段を封入したポーチ。スキューバダイビング用のもの。バラストは乗り物の重量を増したり、重量のバランスを取ったりするために積み込む重し。日本語では足に、そこにという、定地ドイツ語、スカンディナビア語のバーラストが語源である。裸、転じて価値のないという意味である。ヨットのバラストが積まれる。 部分船舶のバラストには、単純に重量を増し喫水を上げる効果のほか、重心を下げて復元性を増す効果もある。復元性を増す効果を最大にするため、バラストは最も船底に積まれる。なお、喫水を上げるだけでも、重量と浮力のバランスにより、間接的に復元性が増す。貨物船は貨物を積んだ状態を基準に、設計されているため、空にで喫水が下がると、 復元力の低下、下方視界の再ギなどの問題が起こる。貨物船でなくとも、小船は、穂の重量で、トップヘビーになりやすく復元力が不足するので、バラストが使われる。かつては砂利、土砂、丸太、石など様々なものが、バラストに使われた。スコッチウイスキーの、ティーチャーズハイランドクリームは、オーストラリア行きの船に、バラストとして積むことで熟成しつつ、 スペースを有効を活用していた。現在の貨物船では海水をバラスト水として使う。過失に海水を入れる場合と専用のバラストタンクを持つ場合とがある。レジャー用帆船は鉄製の固形バラストを使う。潜水艦のバラストタンク排気潜水調査船などは潜水開始時に積んだバラストを投棄することで確実に浮上する要船体浮力が設計される。動力や ケーブル引き上げで浮上する仕様であっても、緊急浮上用に浮力を確保した上でバラストを積んでおくことは多い。長期間航行する軍用の潜水艦では、使い捨てのバラストは、都合が悪いので、バラストタンクに海水を出し入れすることで浮上、沈降を調整する。通常は、浮上、沈降用のメインタンクの前後に2つのトリムタンクを持ち、前後間で海水を移動させることで、 トリム制御も可能である。気球は高度の調節のために砂袋などをバラストに使う。バラストを投棄すれば高度が上がる。航空機は重心の制御にバラストを用いるほか、グライダーの場合速度、高度調整のためにバラストを使う。重心の制御には、機内燃料の燃料移送で対応することもある。バラストには、鉛などのほか、 グライダーの場合上空で陶器市上に落下させても安全な液体の水などが用いられる。海置などのカーレースの多くでは最低重量の制限があり、それを下回る場合はバラストを積んで調整する。搭載位置を動かし、重量配分の適正化を助ける働きがある。航空機や宇宙船などの実験機、試験機などでは実機で 搭載予定の機材と同じ重さのバラストを積み、実機と同じ振る舞いになるようにする。鉄道路線の線路を支える枕木が動かないように、線路の枕木を埋めるように巻かれる小石をバラストという、ありがとうございます。